辺 の、 あの浸水の被害軽減などの効果が、まあ、もちろんあると思うんですけれども、一般の方も来られるように、まあ、整備されていると思うんですが、どのような活用を期待されますか。はい、まず昭和42年の北摂豪雨災害によってですね、61名の方の死傷者が出た。この災害を契機に議論が重ねてこられました。まあ、今般相川流域周辺のですね、住民の皆さんの命と財産を守るという観点から約10年前に
MBS の清水です。あの日本維新の会共同代表としてのお立場で、お答えをお願いしたいんですけども、神奈川の川崎市議の市議会での話なんですけども、日本維新に所属している三浦市議がですね、あの万博の延期や分散開催を求める意見書に、党の方針とは、反対の、まあ、賛成というふうなことで、本会議でそういう、まあ、意思を示したというふうな状況なんですけれども、まずまあこの自分の、ご自身の身内 の、 あの政党の中でですね、その万博の、まあ、延期や分散開催というのを求める声というのを、まあ、この議会というふうな場所 で、 明らかにしたという動きが出ていることに関する受け止めと、あとはこの市議がですね、あの、まあ、離党するというふうな意向を示しているようなんですけれども、まあ、そのあたり日本維新としてどういうふうに対応していくかというのをお聞かせ願いますか。まずあの離党の経緯等も含めて、あの僕はちょっと聞いてないので、まあ、詳しい事情はわからないですけれども、なのでちょっと事実関係の前提にちょっと僕に誤認があったら申し訳ないんですが、今のその質問の範囲で、いけばですね、まずあのその議員はあの維新の会の公認候補者として手を挙げて議員になっていると思いますので、まあ、離党という話ですけれども、あの身を切る改革でちゃんとやってるんですが、これからやるんですか、あるいはその日本維新の会の名前で看板で選挙を通っているわけですから、まあ、筋で言うならば議員辞職自らすべきじゃないかなと思います。議員辞職した上で、そしてもう一回その自分の信念のもとで立候補して、そしてその川崎の市民の皆さんに選ばれたものがあれば自由に、僕は、まあ、反対のことを主張すればいいと思います。だけれどもよく、まあ、今日本維新の会であのもう身を切る改革をやりたくないとかですね、あのちょっと別の理由であの議員になってからなるときは維新の看板を借りて、そしてなってから身を切る改革を含めてやりたくないというので、あの離党して議員の身分はそのまま温存して継続するっていうのがあるんですけれども、うん、ちょっとそのこの回のケースがそれかどうか僕はちょっとまだ詳しい事情わからないし聞いてないから断定できませんが、あのもし、まあ、反対で日本維新の会の進めている政策と違うことをやりたいというのであれば、日本維新の会の看板で通った地方議員であるならば、ね、一旦やっぱり議員辞職して、そしてもう一回川崎市民の市民を問うべきだと思います。それで川崎市民がもう一回やっぱりこの人だっていうのがあれば、その上であの自分自らの主張を、ね、あの展開するのは僕は筋が通っていると思いますが、通るときは日本維新の会、これは万博当然我々が進めているのはもう分かってる話で、そしてそれも やりましょうと言って府民、あの川崎市民に日本維新の会の公認候補者ですと訴えて、そして当選したわけですから、そしてその今あの維新の会で進めている政策の正面から違うことをやりますというのはね、うん、ちょっとそれは筋が違うんじゃないですか、まあ、それをするんであれば、まあ、議員の信念に従ってするっていうのであれば、ね、一旦は議員辞職して、そして川崎市民にもう一回信を、自分の考えを信を問うて、維新の会は間違っていると思うと私はこう思うというので信を問うてね、そしてもし川崎市民がそれでもじゃあ市議会として頑張ってくれというのを託されたのであれば、初めてそれをすべきだと思います。でそうじゃなくて維新の会の看板で通ってそのまま離党して、また身を切る方が辞めるんですかね、ちょっと知りませんけど、で、まあ、維新に批判をしたらいろんなネットでも騒がれるかもしれませんけれども、まあ、そういったことをするっていうのはちょっと僕はあの違うんじゃないんですかと、ちょっと僕の思想からちょっともうそこまで言うと想像を超えますね。僕はもうどちらかというとお世話になった人には感謝するっていう、まあ、そういった思想で育ってきてますので、例えば僕なんか一番最初はあの全く無名の市議会から入って、当時は都構想を実現させたいっていうので維新の会、まあ、維新の会なんか当然全くの泡沫候補で話すらならなかったと思いますけれども、それで大阪市の議員になって、で橋本さん松井さんが改革をしていく、あるいは僕はそこの、まあ仲間の一人として一生懸命やってる中でね、そこをなんかこう議員の身分を維持したまま、あのそこと仲間の反対のことを声高に、叫んだり、あるいはその時は約束したことをやらないっていうのはちょっと全くあの理解ができないですね。この政治の世界ってこうなのかな、ちょっと分かんないけど理解ができないなと、それだったら筋を通す意味で一回自分でしっかりと辞職して市民に問うべきだと僕は思います。身を切る改革を続けたくないっていう意見がなんかちらほら出てるとは聞いてますけれども、それはちょっとあの市民の約束も含めてね筋が違うんじゃないかなと
います。で、そういうのもいっぱいたくさんあったのでね、これまであの我々って購入するときにその約束したことが違った場合はもうある意味議員辞職しますというか、あのそういった誓約書までもう本当はこんなの取る必要ないんですけども、そういった議員が多いので取ってるんですよ。多分その議員も取ってるんじゃないですかね、普通取ってますんで。でもあのそれでも辞職しないんですよね。議員の身分にしがみつくわけです。維新の考えを置いて、でこれ強制的にできないかというかできないんだと思います。おそらくあの今法律上は議員の身分というのは、あの議員の身分を剥奪するというのは自分自身があの自ら決断して辞めるという以外を除けば、あのよっぽどなあの、有罪行為があるあの公民権停止であったり、本当に法的に大きく処罰されないと議員の身分を奪うというのはできないというのは、やっぱり一票がすごく大切で、民主主義の世界の中では。なのでそれは政党においても、その政党でも剥奪することはできないというのが今の法の立て付けだと思うんです。まあでもそれもちょっとどうなのかなと、今の話もそうですけれども、まあもちろんこれはじゃああなたたちがもっとちゃんと審査というか、購入を出す前にね、ちゃんと調べればいいじゃないかということですけど、それはもう本当にごもっともだとは思います。で、ここは幹事長中心に、さまざまな、特に支部であれば支部のメンバーがまず審査をして、幹事長が審査をして、購入を決めさせるわけですけれども、なかなかちょっと見抜けないところまであるというのが本当に正直なところです。購入申請するときはよろしくお願いします。維新の政策を。しっかりやってきますと約束をして、そして維新の看板で通った後に手のひら返すというのはちょっと僕はちょっと信じられないですけども、ただちょっと防ぎきれないというところもあって、まあ、しっかりここは我々も購入の段階でよくあの、まあ、完璧には難しいんですけど、しっかりと見抜けるようにしないといけないと改めて思います。はい、今の質問にも関連して、あの維新がですね、もともと身を切る改革と言ってたのに、万博に関してはですね、国民に身を切らせるばらまき政党になってしまったのが、今回の離党を含めて、あと、支持率が低下傾向にある原因じゃないかと思うんですが、そういう自覚反省はないんでしょうか。縮小万博をして決められた予算内で万博を収めると、まあ、泉房穂さんも言ってるんですけど、そういう姿勢を全く取ってこない、維新の今の姿勢の方が問題じゃないとかと思うんですが、共同代表のお考えをお伺いしたいんですが、万博については3分の2はこう国と大阪府市の自治体が特に会場建設については負担をしていますので、ここは厳格に管理していく必要があると思います。まあ、今回人件費等の高騰で上がるということがやむを得ないという判断をいたしましたけれども、やはりここは収支についてはきっちりと管理をしていく、それが必要だと思っています。またそういった体制なんかも強化をしているところです。なのでおかしなところ支出については当然厳しく見ていく、まあ、その上でその万博というのは非常に大きな意義があると思っています。これはコストだけでいくと、経済効果でいくと圧倒的な経済効果がありますので、投資の側面がかなり大きい、投資の側面もあるという意味では日本にとっては僕は最終的にはプラスになるというふうに思っています。なので身を切らせるというよりは国家にとって僕は大きくある意味世界的な課題を解決していこうというので、世界も投資するわけですから、今朝もカナダのパビリオンで起工式が行われました。カナダの皆さんもこの日本大阪に投資をすると、そしてやっぱりそれは大きな意義があるんだというので、カナダの費用で投資をしてくれる、そういった国がたくさんある。それだけ万博っていうのはやはり社会の課題を解決していこうと、これからの新しい技術や産業を作っていこうという意味で大きな意味があります。これをうまく生かすことが、むしろこれからのさらなる経済効果、まあ、3兆円以上と言われてますが、3兆円以上のこの経済効果だけでなく、さらに次の新しい産業にもつながっていく、これはむしろこれは大きなプラスになるというふうに思ってます。なので投資だと。縮小万博の考えは全く今でもないということですか。費用を、まあ、設計変更と大屋根リングを途中でもう未完成にするとかですね、いろいろ案はあると思うんですが、そういうコストダウン縮小するお考えは全くないということでよろしいんでしょうか。未完成にするよりは
やはり維新とその経済効果、そして投資効果、そして参加する国々、そして最終的にはその利益が日本に帰属する万博を進めている。きちんとこの何て言いますかね、その収支等についてきちんと厳格に管理していくことは重要だと思います。ただそれを例えば途中で中途半端に終わらせるよりは、きちんとしっかりと投資ですから投資をして、そしてその経済効果も得て、そしてその次の産業につなげていく方が僕は大きなプラスだと思う。ただこれはやっぱ税が入っているので厳しくチェックをしていくのは当たり前だというふうに思っていますし、それはこれまでもやっているし、これからもやっていく、まあ、そういう姿勢です。最後ライドシェアについて菅元総理と最近お会いして意見交換とされたんでしょうか。僕が個別にどの政治家だったのかということは公務でなければですね、ペラペラしゃべるつもりはありません。以上で確認しようとします。